で13ヶ月経った時点ではですね、まあ、特に問題なく、まあ、体調良好だということで、今もお続けになられている方の症例なんですね、はい、先生、高血圧の定義を教えていただけますか。はい、高血圧というのは上下血圧ありますけども、上の血圧が140で下の血圧が90を超えるものをですね、高血圧というふうなことで定義付けられているわけなんですね、はい、ありがとうございます。はい、続いてお二人目の症例お願いします。はい、お二人目はですね、4年前からこの座骨神経痛でお悩みの方の症例をちょっとご紹介させていただきたいんですが、はい、まずこの方ですね、腰からこうかかとにつけてかけてですね痛む、まあ、そういうふうなことを言われてたんですね、うん、で冷えるとですね痛みが強くなると、はい、でどちらかというとですね、座っている時の方が辛くて立っている方が楽ですと、であとですね、膝から下のしびれが強いんですね、この方、うん、はい、で長時間歩くと痛みが出て、まあ、辛いと。で体質的な部分としまして言われたのが糖尿病でということで、まあ、病院の方にも通院されているそうです、はい、でこの方ご相談いただいた時にはやはりその座骨神経痛の痛み止めの座薬、これを病院の方からいただいているのと、あと病院の方からの糖尿病の内服薬をいただいているというようなことをおっしゃられた方の症例なんです、はい、でこちらの方にはですね、五尺散というお薬を、まあ、服用していただいたんですね。でこの方の、まあ、経過なんですけども、1ヶ月経った時点でのコメントがですね、足先の冷えとその腰の冷え、これは何となくいい感じがするという、うん、まあ、こんな程度だったんですね、はい、で2ヶ月半経った時点ではですね、膝から下のしびれ、これがですね良くなってきたと、はい、で病院の方からいただいている座薬の、まあ、使用回数、これも減ったっていうんですね、うん、で3ヶ月経過した時点ではですね、冷えるとお尻の部分にしびれ感と軽い鈍痛が、まあ、また出てきたと。で5ヶ月経った時点ではですね、痛みが痛みとそのしびれ感、この部分がですね良くなってきまして、長時間歩いてもですね特に症状が悪化することもなくなってきましたと。で4ヶ月目から5ヶ月目のこの1ヶ月間座薬を1回も使用しなかったということもおっしゃられたんですね。で8ヶ月経過した時点ではですね、まあ、老人会の旅行に出かけたそうなんですが、山を、まあ、散策したんですけど、腰も足も痛むことはありませんでしたということで、はい、かなりの回復力ですね。そうですね、うん、はい、これからますます寒くなってきますけれども、はい、何かこう簡単にできる気をつけることありますか。はい、そうですね、やっぱりこう寒くなってきますとやっぱり保温ですよね、うん、やっぱり先ほどお話しさせていただきましたように、やはり冷えという分が一つ、やっぱり先ほどご紹介させていただいた疾患に共通する分ですから、冷えをなくすためにはやっぱり保温と、うん、まあ、そういうふうな分はやはり非常に大切だと思いますし、あとはやはりその体を、まあ、バランス、体のバランスですか、まあ、そういうふうな部分を整えるにはやはり適度な運動と、うん、やはり規則正しい生活、これがやはり大切だと思いますので、まあ、月並みかもしれませんけども、この月並みのことをもう本当にこう季節の変わり目きちっとやっていただければ、うん、あとはもう寒くなったらなったで体の方がちゃんと動いてくれると思いますので、うん、はい、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。ここまで荻秀行の漢方で健康に、今週も石井の薬局の荻秀行先生とお送りしました。荻先生、ありがとうございました。ありがとうございました。